皆さんこんにちは、チェイです。いいよ入ってきても。あの息子がね、小学校から帰ってきました。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、今日はですね、この間バラエティショップ、ドラッグストアみたいなところかな、で、あ、珍しいな、新しいなと思って購入したメイク道具、メイクの商品を使って、このなんだろう、ちょっとグリーンのスモーキーアイズって言ったらいいんでしょうか。最近ね、なんかあったかいオレンジとかさ、赤ばっかり使ってたから、ちょっと珍しいかなっていうのはあるんだけど、このメイクをしてみました。どうですか。でね、あの定期的に紹介してたかと思うんですけども、アナルイーザのピアスも今日2点紹介できればなと思うので、気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。まずね、アナルイーザの、ね、ピアスを、ね、紹介していければなと思うんですけども、1点目はね、こちらです。このね、なんかあのチェーンがこう切れたみたいな感じのデザインの3連のねピアスなんだけど、これすっごい可愛くない。なんかさ、ちょっと動くたびにこうキラキラ感があって、小さめなんだけども、ちゃんとね存在感もあるし、こういったね、今日みたいなブラックの服を着た時とかにこのゴールドすごく映えるし、可愛いと思います。まずこれが1つ目。はい、2つ目はねこちらです。わかるかな、あの留め具のところが真珠みたいなデザインになってて、あとゴールドのフープの中に赤のね、なんか玉があるみたいな。ちょっとアップにするね。で、これもねすごい可愛いんですよ。あのさっきと同様、こういう感じでね動きがあるのですごい可愛いっていうのと、このね白と赤とゴールドっていうのが、これからのね、あのホリデーシーズンにね、 とってもね可愛いんじゃないかなと思ってます。これもね、大きさ的にはそこまで大きくはない方だと思うんだけども、ちゃんとね存在感があるし、あの髪の毛で赤が沈むかなと思いきや、ちゃんとね、あのこのなんだろう、サンゴみたいな赤がねちゃんと主張してくれて、すごく映えるカラーなんじゃないかなって思います。お正月なんかも可愛いかもね。なんかお正月っていうと、この南天の実だったっけをなんか彷彿させるような、すごくね可愛い、お着物にも合いそうかもしれないと思うようなデザインです。はい、定期的にね紹介しているアナルイーザのピアスなんですけども、今回はこの2点を紹介しました。どっちもね本当にね可愛いと思うので、気になった方は私のね行動をぜひ使っていただいて、お金をセーブしていただいて、買い物をしていただければなと思います。ホリデーのお買い物楽しんでみてください。はい、それではね、あのメイクいきます。スタートです。はい、じゃあ早速ね始めていきたいと思います。まずはねファンデーションなんだけどもね、これを見つけましたよ。レブロンのカラーステイメイクアップ N のファンデーション、私が選んだカラーはね290番です。これはね、私の動画をね昔から見てくれている方であればもうご存知だと思うんですけれども、レブロンのカラーステイは本当に最初にフォーリンラブしたファンデーションでございます。それからまあたくさんね他のファンデーションを使って、あのなかなかねこのファンデーションを使うっていう機会はなくなってしまったんだけども、あのちょっと前にもね使ったんだけどもね、やっぱりね、あのロングラスティングでねいいファンデーションだなと思います。ただ180番に至っては、あれはね標準肌とされていたんだけども、なんかねちょっとねあったかみが足りないなっていう風に個人的には思ってたんですよ。ちょっとねグレートーン、本当にニュートラルによるっていう感じで、私はもうちょっと黄みとかこうあったかさがあった方がファンデーションとしては嬉しいなって思っていたので、今回のねリニューアルでねたくさんね追加されたシェードがあるので、すごくねいいなと思います。でね、今回追加されたシェードの中で290番っていうカラーがあるんだけれども、ちょっとね180番よりはあったかみがあって黄みがあるかなっていう感じです。イエローベースの方におすすめな感じ、こんな感じでね。180番はすごくねニュートラル、いい意味でニュートラルなので、言ったらイエベさんにもブルベさんにも使えるんじゃないかなっていう感じのカラー、万能カラーだと思う。で、今日さ初めてさスウォッチ以外で使ってみるんだけど、なんかちょっとサラサラしたのかな、形状まで変わったのかな、形状っていうかその質、なんかもうちょっともたってしてた気がするんだけど、あ、え、もうサラサラじゃん。
ワンパンプですね。まあエブリデイには全然問題ない感じのカバー力なんじゃないでしょうか。でもね、私が記憶しているカラーステイよりも全然あのサラサラ感です。え、振ってなかった。あー、いやでもちょっとなんかサラサラしたんだと思う。ちょっと2パンプ目いってみますね。ちょっと顔の中心とかを、あのね、いい意味で私が好きなテクスチャーになった気がする。で、あれ、なんか前はもうちょっとペイントっぽい香りしてなかったっけ。あ、いいね。あ、カラーステよ。あのね、あの最近すごく気に入っていたあのロレアルのインファリブルのファンデーションあるじゃない、あれよりはカバー力は落ちるんだけれども、すごくつけやすい、肌なじみがいいですね。失敗がないで、よりねツヤが出る感じ、いいじゃん。おお。そう、カラーバリエーションが増えたので、たくさんの人がねトライしやすいファンデーションになったと思う。いいね。これでちょっともう夏過ぎちゃったからさ、検証のしようがないけど、もうロングラスティングだったらめっちゃいいよね。はあ。じゃあ眉毛いこうかな。眉毛はね、最近髪色をレッドにしたので、あのね全然違うものを使ってます。ちょっと前に買った、これはビゼリシェのアイブロウパウダーの BR3 番っていう、ちょっと赤みがあるパープル赤みたいな。このパウダーを使ってまずはね全体的に色味をね変えていきます。そう、ちょっとね鼻声で申し訳ないんですけどもね、イギリスから帰ってきてから風邪をひきましたね。イギリスはね、今回あのルックファンタスティックさんがクリスマスパーティーをイギリスでするっていうのでお招きいただいたんですよ。それであの本当にね光栄なことにあの参加させていただいたんだけれども、その様子はねあのインスタグラムで結構レポートしてたんだけれども、イギリスでね購入したものとかもあるので、あのまとめてね動画にして紹介できればなと思ってるので、ちょっとお待ちください。あっちね4度とかで結構寒くて、あっちでは大丈夫だったんだけども、多分帰ってきてねこう気が抜けたんでしょうね。風邪をひいてしまいました。こんな感じでなんとなく全体に色が塗ったら、まあこれでもいいんだけれども、ちょっとねあの端っことか足したいなっていう時は、このねシューウェムラのハードフォーミュラの9番だったかな、あのバーガンディっていうカラーがあるんだけど、それをね使ってます。このカラーは髪色がね全然赤くなくても、本当におしゃれとして眉尻だけね色を変えてみるとか、そういう風にすると可愛いと思うので、おすすめのアイブロウペンシルです。そしたらインテグレートのアイブロウマスカラの、これは何番だろう、BR671 番、ちょっとねグレーっぽい感じなんだけど、それを使って眉の色を整えてきます。そしたらアイメイクいきます。アイメイクはねこの2つ使っていこうと思いますよ。はい、ロレアルからね新しく出た、カラークイーンオイルシャドウっていうシングルアイシャドウなんだけれども、私はこの2種類を買ってみました。18番と39番です。なんかスウォッチしてみて思ったんだけれども、言うたらねあのカラーポップのスーパーショックアイシャドウを知っている方はあのなんとなく触り覚えがある感触だと思うんですけども、あのねファッファーしてんの、普通のね硬いアイシャドウじゃなくて、ちょっとなんかオイル感となんかバウンス感がある感じです。じゃあまずねどうしようかな、18番の方、普通のねまあブラウンって言ったらブラウンなんだけども、ちょっとねクールトーンな感じなんだけども、最近ウォームトーンが多かったからさ、これをねまずまぶた全体に伸ばしていこうと思います。すっごい発色で、スウォッチした時にも思ったんだけども、あのねすごいです。なんかねこのカラーは昔さマックで流行った、まあ今もね好きな方たくさんいると思うんだけども、テンダリングだっけ、あのそういう感じのカラーで、すごくね使いやすいと思います。
すごいかっこいい目元になるブラウンですね。で特に私今アイプライマーとかもなしでファンデーションだけなんだけどさ、綺麗。今指だけでつけてるんだけど綺麗ね。あ、そして私このファンデーションあのセットしてなくないですか。セットしてないけど綺麗だね。なんかもうセットしたみたい。すごい。あ、そう、忘れてた。でもね、パッサカサ、パッサパサ感もないし、なんだろう、カピカピ感もないんだけども、いい感じにセットされてる。そしてね、すっごいピタッみたいな感じ。これパウダーいらないタイプかな。ご自身のスキンコンディションによってご判断ください。今はこれね、パウダーしてないよね。私してないよね。うん、してないです。久しぶりにこういうクールトーンのブラウンつけたけど、こういうのもね、いいよね。かっこよくなってね。で、単色だけなんだけど、しかもね、指だけでぼかしてるんだけど、すごいね、ぼかしやすいし、目元にちゃんと綺麗に密着して、そのまま発色してくれる感じですね。でね、ちゃんと指残りもないし、指には発色するけどまぶたにつかないっていうね、ちょっと困ったちゃんのアイシャドウがたまにあるんですけども、その現象はない。じゃあね、ちょっと下まぶたにも同じようにのせていきます。で、クールトーンのブラウンのせちゃうとなんか目元がね曇って見えるとか、そういう方はあえてね、下まぶたはのせない方がいいかも。というか下まぶたのブラウンだけ色変えるとかね。結構ね、この下まぶたの色によって顔色って引っ張られちゃうことってあるので、それはね、自分のお顔と相談しながらやるといいかなっていう感じですね。こう一気にね、スモーキーさが出るよね。はい、そしたらですよ、このグリーン39番のアイコニックっていうカラーですね。グリッターって書いてるんだけど、そう、確かね、今回マットとサテンとグリッター3テクスチャーあったと思うんですけど、その中でもグリッターだそうです。でもね、スウォッチをした時にそんなにね、グリッターだけというよりはちゃんとね、シャドウ感もあるので、普通にアイシャドウとして使っていこうと思います。ちょっとね、目尻のここに入れながらちょっと様子を見て、お、うん、かわいい。最近こういうグリーンね、深い青グリーンみたいなの流行ってるよね。結構ね、私ブルー系のシャドウを使ってメイクしてくださいっていうリクエストを受けるんですけど、なんかね、やっぱブルーってポイントだけぐらいじゃないと私似合わないなと、難しいカラーだなって私は思ってて、うん、紹介してないんですけどこんな感じにポイントで使ったりとか、ちょっとブルーグリーンみたいな感じ、ちょっとグリーンが入ってるとかっていう風になると、まだね、大丈夫かなっていうのがあるので、今日はこのカラーをチョイスしました。で、こういうカラーってやっぱり一気にね、顔がね、華やかになったりする反面、一気に本当になんだろうな、濃くなってしまうので、ある程度バランスを考えた濃さにしたい場合は、本当にね、ここら辺にちょんちょんってつけるだけ、アクセントにすると可愛いと思います。でね、今日はこのアイシャドウにマッチするように、これもね、新しいと思うんですよね。エクセルのジェルアイライナーのオリーブっていうカラーですね。これをね、買ってみました。とってもね、スルスル描きやすいかったんだよね、スウォッチしてても。これをね、下まぶたにも入れてきます。粘膜ちょっと描きづらいかも。これキャンメイクのジェルライナーとかはすぐサッと乗るんだけど、これちょっと個人差あると思うんですけど、それによっては描きにくいかもしれないですね。本当にこのアイシャドウと一緒のカラーだな。うん、なので、このアイシャドウを緑持ってない場合、このアイライナーが欲しいなっていう場合も、こういう感じのメイク、これでできると思います。うん、かわいい。でね、同じ色のマスカラも買ったんですよ。これもエクセルのニュアンスカラーマスカラのオリーブかな？うん。これはグリーンオーシャンなんだ。グリーンオーシャン。これはね、購入してみました。カール効果とかは期待していないので、まあ、でもね、うん。どうなんだろう、ウォータープルーフでスマッチプルーフ、いや一応ね、上向きカールっていう風に
書いてるんだけど、あまりねキャンメイク以外信用してないんですけど、ちょっとまあじゃあこれだけで行ってみようかな。ワンドもねちょっと細めで、あのちょっと曲がってて繊維ちょっと入ってるのかな、つけやすそう。あ、アイシャドウとね全く一緒のカラーですね。あのね何回か、うん、何回かあのコーティングしていくとやっと色と長さとあのボリュームが出てくる感じですね。1回だけだと分かんないかも。左に移ってから右に行こうかな。でもね思ったよりね落ちてこないかも。変わる、あのね本当に落ちてくるものに至ってはさ、こうやってつけた瞬間に落ちてくるから、おー、まあまあ綺麗かもしれない。なんかつけた瞬間にこうドバッとねカラーとあれがつくわけじゃなくて、ちょっとね忍耐力を持って何回かコーティングするとやっとねあの緑のまつげだなっていう存在感が分かる感じのつき具合って言ったら分かるかな。なのであの特にねお仕事とかあんまりねカラーメイクで遊べないようなところにつけていくのであれば安心できる感じかも。ただあの本当にグラムメイクでもう緑みたいな感じ速攻発色してっていう方にはちょっと時間はかかるなっていう印象かもしれないです。でもねお結構ねカールアップもしてるしボリュームもあるよね。目元にボリュームが出たんじゃないかな。いい感じ。どうしようかな。チークはね特に買ってないんだけど、あのシューのここの2色をアイシャドウなんだけどさ混ぜて使ってみようかな。うん、綺麗綺麗。うん、いい感じのブラウンになりますね。ここの2色素敵です。そしたら最後リップ。リップはねこちらです。前も紹介したんだけれども、オンリーミネラルズの前回紹介したのはブリックレッドっていうカラーなんだけども、今回はねちょっとキャラメルベージュっていうのを購入してみました。このねリップすごくね保湿力があって好きなので、うん、ベージュっていうだけあっていい感じにねこう赤みが抑えられていて、うん、つけやすい感じなんじゃないかな。でもあのキャンメイクのテラコッタ持ってる人は、うん、いらないかも。うん、あっちの方が全然安いし、うん、つけ心地もそんなに変わんないし、でもねすごい可愛い色。仕上がりはこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今日はね最近あのバラエティショップでね購入したものを使ってこのメイクを仕上げていきました。最近はさあのほんとテラコッタとかそういう感じのカラーが流行ってたから、なかなかこういうねクールトーンのアイメイクすることなかったんだけれども、すごく改めてね可愛いカラーだなと思いました。このねロレアルのアイシャドウ、うん、おすすめです。すっごいいっぱいカラーがあったので、あのねいろいろ挑戦できるかなと思います。でね、ファンデーション、今日一番驚いたのがファンデーションですね。カラーステイ、とってもね290番っていうカラーいいです。でもど真ん中だと思う。うん、180番のあのアッシーな感じっていうのかな、ちょっとグレーに映るような感じもないし、よりねあの元気に見えるカラーだと思うのでとっても気に入ってます。でね、全然パウダーでセットしなくてもちょうどいいツヤ感とセット感があるので、これ冬でも使えるんじゃないかな。 おかえり息子がね帰ってきて後ろで作業してるんですけどと思います。このねリップもおすすめだけど、さっきも言ったけどキャラメルキャンメイクのテラコッタ持ってる方はいらないかなっていう感じですね。あと、マスカラか、エクセルのマスカラもあのニュアンスっていうだけあって、本当にねニュアンスでグリーンなんだけど可愛いと思います。うん、可愛いと思う。冒頭でも紹介したんだけれども、アナルイーサの、あのアクセサリー、今回もねすごくね可愛いものだと思うので、気になった方は下にねリンクを貼っておくので、ぜひぜひ見に行ってみてください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画もなんか皆さんの参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。